皆さんこんにちは。ニューオーリンズ在住のジャズピアニスト辻井義孝です。この番組はニューオーリンズの魅力の一つ食べ物にフォーカスし、名物ニューオーリンズ料理はもちろん、ガイドブックには載っていないようなローカルレストランやご当地グルメなどを実際に行ってみて味わった経験をもとに紹介するグルメ系ラジオ番組です。さて、ニューオーリンズは先日から急に寒くなりまして、まあ、気温で言いますと寒い時で5度、まあ、暖かい時で14度といったところでですね、もう皆さん急に、冬装束に、なってますね。はい、大阪とですね、ちょっと天気予報を見て比較したんですが、まあなんか最高気温はなんか大阪の方が高いみたいですね。はい、で、寒いですとあったかいうどんやおそばも美味しくなっていきますよね。私先日天ぷらうどんを、家で食べたんですが、まあうどんは乾麺で、だしはですね山さんのうどんスープで、エビの天ぷらなんですが、まあ、これはあのコストコでゲットしました冷凍のエビの天ぷらがあるんですけども、まあ、これはですねなんかあのトースターで、まあ、7、8分加熱するだけでかなりいい感じになります。でですね、そのエビの天ぷらの付属のタレがね、なんかね恐ろしく美味しいんですよ。いや、なんか すごいタレが美味しくて、はい、まあ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 、でも、まあ、美味しいと言ってもですね、まあ、多分日本のちょっといいスーパーの惣菜コーナーの天丼レベルくらいやと思うんですけどね。まあ、あの私の場合あのニューオーリンズでですね日本のものを食べるとですね、なんかあのこう味覚補正がかかってですね、まあ、やたら美味しく感じたりします。はい、またしてもまたちょっとよくわからない話してしまいましたが、今回も行ってみたいと思います。辻義孝の頑張ってますニューオーリンズ第8回ザリガニ完結編。はい、というわけで今回はザリガニ編の最終回ということなんですが、まあ、ちょっとその前にですねちょっと軽くおさらいをしますと、ザリガニ編の初回では、まあ、ニューオーリンズにおけるザリガニ事情やザリガニ自体のことをね、ちょっとお話しさせていただきました。続くザリガニ編その2ではですね、これはただの私の思い出話でですね、情報量がね、まあ、かなり少なくてね、すいませんでした。はい、そして前回はゆでザリガニの食べ方をご紹介させていただきました。で今回はですね、魅惑のザリガニパーティー、そしてですね、味とかゆで方についてですねお話しさせていただきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。ウェルカムトゥザリガニパーティー。というわけでですね、ザリガニのシーズンである春、特にピークは3月から5月にはですね、まあ、各地ニューオーリンズのね、まあ、あの、一般のご家庭ですとか、まあ、あの、そういうライブハウスとかですね、まあ、至るところでですね、ザリガニパーティーが催されます。で、まあ、パーティーは大体野外で、行われるんですけども、この長いテーブルをですね、何個かガーッと繋げて、長いテーブルを、まあ、セットアップされてですね、まあ、その上には新聞紙とか、使い捨てられるテーブルクロスとか敷いていますね。はい。で、テーブルのコーナーや、まあまあその規模にもよるんですけども、随所にちょっと大きめのゴミ箱が配置されてまして、椅子はね、もうほとんどないパターンがほとんどやと思います。はい。で、飲み物、まあアメリカの、まあ、パーティーあるあるかもしれないんですけども、あの飲み物はね、まあ、各自自分で飲みたいものを持参するっていうパターンとか、まあ、あの、お店とかですと、あの、飲み物はまあバーで買ってね、みたいな、とか、まあ、あるものやったら何でも好きに、飲んでくれていいよ、みたいな、まあ、いろんなパターンあります。はい。さて。で、それらのテーブルの傍らにですね、ちょっと離れたところに、ザリガニの、まあ、茹で場っていうんですかね。まあ、その茹でる場所があるんですね。
で、まあ、茹でる量にもよるんですが、まあ、めちゃめちゃ大きい巨大な寸胴鍋とか、あとはそのザリンガニの専用の茹で機みたいなね、とかがあって、1回に大量のザリガニをね、それで茹でるわけです。はい。そして、その主役のザリガニはと申しますと、まあそうですね、まあ袋に入ってるんですけども、その大きさなんですけど、まあ大体日本のお米の袋 20kg の、まあ、お米が入るくらいの袋なんですけども、網状になってて、まあ、外から中が見えるんですけども、まあ、その中に生きたままぎゅうぎゅうになって、ザリガニがそこに入ってます。でも蜜って感じです。はい。で、まあ、この袋のことを、まあ、サック、SACK、サックってね、まあ、これ辞書で引くと普通に日本語で、袋っていう、訳なんですけども、ちなみにこの1サックにザリガニが約500匹入ってるらしいです。はい。で、ちなみにお値段は、まあ、私が調べた、お店によりますと、生きたザリガニ、1サック340ドルでした。はい。今やったら日本やと5万円ぐらいですか？まあ、結構しますね。まあ、500匹、1匹100円？みたいな感じですかね。はい。で、パーティーにもね、大きさにも、パーティーの大きさ、来られるね、お客さんの人数とかにもよるんですけども、私が行ったことがあるパーティーですと、少なくともですね、そのサックが3、4袋は、こう、地べたに、こう、ドーンとね、転がってたと思います。はい。ね。ということは、1サックに500匹なんで、ザリガニが2000匹そこにおったっていうことになるんですけども。はい。ですよね。だんだんですね、ザリガニ2000匹とか、ちょっと、リスナーの皆さんにはちょっとイメージがしにくくなってきてるかもしれませんが、まあでも大体1回その1サック分の、ザリガニを茹でるっていう感じで、それをまあ3、4サックあるってことは3回か4回茹でるっていう、まあそんな感じなんですけども、だからその1回でね、茹でる鍋の大きさなんですけども、ちょっと補足ここでしますと、大人の男の人がこう両手で腕を回して、こう手を組めるか組めへんかぐらいの大きさですかね。はい。で、専用の茹で機はですね、小学校低学年くらいまでのお子さんやったら、まあ、お風呂としても使えるぞ、みたいな、それぐらい大きな感じです。はい。ちょっとイメージしていただけたでしょうか。はい。では、さらに、その傍らにはですね、クーラーボックス、巨大なクーラーボックス、これもありまして、まあ、そのクーラーボックス、排水口みたいなのついてるんで、それを開けっぱなしにして、その中にホース、水道から引いてきて、ホース突っ込んで、水を流しっぱなしにした状態で、生きたザリガニをそこに放り込むと。でですね、まあ、なんで、まあ、これするかっていうと、まあ、そもそもザリガニって、こう泥の中とか、こう土とかの、水の中の地面にね、で住んでるような生き物ですから、まあ、泥とか汚れがね、そもそも結構ついてたりしまして、はい。それを洗い流すために、まあ、大体2、30分間、その中にこう、水を流しっぱなしにしてね、やるそうです。で、ここで、まあ、もうすでに死んじゃってるね、お亡くなりになってるザリガニとか、あと、まあ、生きてるんやけど、その尻尾がまっすぐになってるやつがあるらしいんですよ。まあ、それはもう元気がないから、まあ、そういう時に、まあ、取り除くらしいです。はい。で、ちなみに、このザリガニを茹でる鍋とか、そういう機械とか材料とか調味料とか、で、まあ、肝心のその茹で作業ですよね。そういったことをですね、まるっと一手に引き受けてやってくれるね、業者が多数ニューオーリンズにはありまして、で、ちょっと私が調べたところによると、ある会社は、なんかね、バックヤードクローフィッシュボイルパッケージとかっていう、そういうなんか商品名があって、で、これはだいたいゲストが20人ぐらい用のパッケージで、まあ、それでだいたい1000ドルからって書いてましたね。まあ、結構値段しますよね。まあ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 。はい。では、さて、ザリガニも綺麗になったところでですね、ついに、
茹で作業のご紹介に移りたいと思うんですが、まあ、このね、ザリガニのね、お味に関しましては、この茹でる材料とか工程をですね、お聞きになっていただいた方が、よりイメージしやすいかと思います。はい。では、引き続き、ザリガニ茹で作業のお話、頑張っていきましょう。はい、では早速ザリガニの茹で作業のご紹介をさせていただきたいと思っていたんですが、なんと残念ながら時間となってまいりました。いやー、今回でね、ザリガニ編を終わらせようと思っていたんですが、もう一回だけ、次回ね、泣きの一回、ザリガニの話をね、引き続きさせていただきたいと思います。今回もリスナーの皆さん、最後までありがとうございました。それでは次回も頑張っていきましょう。ほなねー。